皆さんこんこにちはひろきですいただきますいや今日ですねちょっとびっくりすることがあってあの先ほど1時間ぐらい前ですかねあの人物インタビューの動画を2本上げたんですよ。 あの前にあの知恵袋でコラボした薫さんに僕がインタビューしたものと、あのーえー、僕私ひろきに薫さんがインタビューしたもの合計2本送らせていただいたんですけどこの人物インタビューってもう私結構。 だだいいぶ前から企画だけはしていたんですよあの私が誰かにインタビューしてその人の人生をこう人生のドラマを引き出してそれを YouTube にアップするというあの本人が望まない限りあのその人の人生をさらしてしまうというリスキーな企画なんですけれども。 これを僕が関わってるコミュニティの一部の方ちょっとそういうの興味ありそうかもなっていうコミュニティだけにあの募集かけてみたところあの先月中頃ぐらいの10月中頃ぐらいの話なんですが「私ちょっと興味あります」って。 っていうふうにで言ってくれた女性の方がいらっしゃって、はい、あの医療関係のお仕事されてらっしゃる方なんですけれどもあのその方はすごい明るい方でですね Zoom でお話ししても Zoom でしか会ったことないんですけどはい。 ズームでお話してすごい言い方だなと思っててああこの方こういうことにも興味あるんだと思ってもしかしたら僕がどんな質問をするか楽しみにしてらっしゃるのかなと思ったりもしてああこれは企画第1弾できるかもと思ってすごいワクワクしてたんですよ。そしたらなかなか返事がなくてあの。 ご都合のいい日教えてください」っていうふうに連絡したらなかなか返事がなくてでえと10月末に10月末25日ぐらいですねあの10月末から1週間前だよぐらいの時にあのちょっとあの今バタバタしてるのであの11月になってから。 スケジュール出す感じでいいですか?」っていうふうにあのメッセージ来たんで「あ全然いいんですよ急いでないんですから」ってもう本当にご都合のいい時にあのしてくださいみたいな返信をしといたんですねはいで実はその方から今日まで連絡ないんです で私人物インタビューもうやっちゃってカオルさんにはいもう本当に面白い話が面白いって言っちゃいけないのかもしれないですけど本人としてはねもう自分の状況をよく分かってらっしゃるんでもう何な,なら笑い話にもできるぞぐらいの感じの肝っ玉が座ってらっしゃる方なんであのー、ねえにこやかにねた,たまににこやかに。 お話ししてくださいましたけれども、まあ私もねあのえっ、ー、とちょっと辛い顔してる時もあったかもしれないですけどもまあ基本的にはにこやかにあの人物インタビューさせていただいたんですけどでそこでちょっとその女性のことを思い出してでもう11月終わっちゃうよと思って <laughs>。 <laughs> 11月になったら予定出しますっておっしゃってたのにもう11月終わっちゃうよと思って私もそれまでずっと催促しなかったんですよもうずっと待ってたんですよでいよいよ人物インタビュー1発目2発目と載せたんであのー、人物インタビューちょっと僕のとかやりましたってで URL つけてで あのもしよかったらご覧になってくださいみたいな風だったかなちょっと LINE 確かめてみますよどんな LINE だったかなえー、っとあそうですねご参考になさってくださいあるまるさんこんにちはあれからいかがお過ごしですかってあのスケジュールのことには何にも触れずにあのつい先ほど あの他の方の人物インタビュー私も含みます <laughs> をアップしましたのでご参考になさってくださいっていうメッセージを送ったんです、はい、そしたらもう10分も経たないぐらいの時に「こんにちはお疲れ様ですなかなか連絡できずすみません」というメッセージがまず来ました はい、で「あすみません」で終わっちゃったあもうあの話はなくなるってことかなねってだって別に僕がお金払ってやってもらうわけでもないし断られることもあるよなと思ってたらもうその1分後にはい読み上げますよあの心してあのお聞きください。 先月末に父が亡くなり少し落ち着き職,職場復帰したなぁと思ったら復帰当日に施設の入居者様がコロナ陽性が発覚その日からコロナ陽性の方専属にケアをする夜勤として連続勤務していたら自分がコロナをもらってしまい 自宅療養しておりました <laughs>。こんなメッセージが来まして <laughs>、<あの笑>私もそれに対してあの丁寧な返事を書いたんですけど、あのびっくりですよね、はい、けどあり得ることです。はい、もう、これで得た教訓です。あの 勝手に人の行動を悪く取らないこと <laughs> 大事 <laughs> ね僕もよかったあれからいかがお過ごしですかしか言わなかったんでねスケジュールの方はどうなってますでしょうかとか言ってたらもうこの返事にどう答えたらいいものやらこうやって目塞い目塞いじゃうよみたいな感じになってましたよね私ね本ほんと。 もう人は何があるかわからないんではいもうその都度その都度柔らかく柔らかく人と接するのって本当大事だなって思いました。いろいろろ人には事情があるんだ 僕も最近そういう電話を受けたことあるんんですよねなんかもうこっちの事情は俺は分かってるんだぐらいの感じでいろいろ言われてもうちょっと僕もいやあの何、ー、て言うかこう察するっていうことって大事だよねとかって思っちゃったようなこととか最近ちょっとあったんでもう余計に思いました。<laughs> ね 人を察して生きていこう。あの、なんていうか、ちょっとちょ,ちょっと違うかな。あの、勝手に悪く取らないようにしよう。これだ。ね。人のことを勝手に悪い方向に取らない。自分勝手な方向に取らないようにしよう。これ大事だと思います。もう。ね。 本当そうなんですよ。これはびっくりしました、もうお父さんが亡くなって、もうコロナがあって、そして夜勤勤務を連続でやってたら、自分がコロナになっちゃった、でも体力も弱ってたはずですよ。で、この方、あの若い方ではないので、もう大変だと思うんですよ。もうあの 医療関係者なんであろうワクチンは受けてると思うんですけどね、はい、それなのになかなか連絡できずすみませんから始まるんですよ挨拶がなんていい人だ <laughs> 余計インタビューしたくなっちゃいましたまる <laughs> さん今ちょっとあのその人の 本当の苗字呼べないですけどまるさんこの動画見てたらあのご検討くださいいつかいつかいつの日かまた余裕ができて自分語りでもしてやろうかなあの人のためにあの人の YouTube のためにとか思ってくれたら嬉しいです。 何そんな希望を言ってんだよ、もコロナで大変な時に <laughs> はいということで、今回の配信は以上でございます。あのもし良いと思ったらあの、いいねお願いします。あと、チャンネル登録まだの方、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。はいでは、今回の配信は以上になります。 さようなら、また会いましょう。